どうもチャックバスです。今私は、ニュージーランドのオークランド空港に来ております。今日はねこちら、エアニュージーランドラウンジ、こちらを紹介させていただこうと思います。ここはねスターアライアンスゴールドでも入れるラウンジとなっておりまして、スーパーフライヤーズカードを、ね、持っている方でも利用することが可能です。で今回はね私はニュージーランドの、ビジネスクラスなので、今回指定ラウンジここなんでね、今回行ってみたいと思います。それでは行きます。では中に入って食事取りました。こんな感じでトマトジュースです。でね、これは、あ、違う、こっちだ、こっち、その場でね作ってくれるんですね。美味しそうですね。それではいただきます。トマトジュース、ニンニク風味の味がついてますね。サンドイッチみたいな。美味しいね。お肉、美味しいですね。デザートみたいなのを一応食べましょうか。この上に乗ってるのはマシュマロをちょっと表面焦がしたやつみたいな、甘くて美味しい。で、ね、このラウンジはシャワーはねないみたいですね。ちょっと後で店員さんに確認しようかなと思うんですけども、シャワーの表示はどこにもないっていう感じなんで、シャワーは使えなさそうですね。でもラウンジ自体はとても広くてね、で、あの横になれるスペースみたいな、なんか横になれるソファーみたいなのもね、完備されてて、そこはねだいぶ争奪戦になっていましたね。ぜひねご利用する方、その横になりながら待ち時間過ごせるって結構贅沢じゃないですか。
そういうソファーもあることだけ覚えておいてください。でハンモックとかもねあってね、まあ、使ってる人あんまりいなかったですけどね、まあ、それも利用できるということ。あとはまあとりあえず一通りのものは揃ってるんで、Wi-Fi もありますし、食事、食べ物、アルコールも完備されてます。でね、ビール好きな方はいいかもしれないですね。すごい数のビールがありました。それではサクッと食べてね。あと 2,3 時間まだフライトまでありますんで、私ももうちょっとゆっくりしたいと思います。それではね、シャワールームに来ました。ちょっとね、トイレと一緒になってなかったんでないかと思ってたらあったんですね。失礼いたしました。シャワールームはこんな感じで、すごい広々としたで、お手洗いもね、ついております。で、上にバスタオルがある感じで、こんな感じのシャワーブースになってます。を切り替えるとね、こんな感じで、ね、上からも浴びることができます。それではサクッと浴びて、では、シャワー浴びました。いやー、すごい広々してるね、ほんといいですね。それではね、ラウンジの方出ました。今回ね、ニュージーランド、ニュージーランドのラウンジをね、紹介させていただきました。いや、本当にね、このラウンジ、本当にいいです。もし、オークランド、国際空港来る際はね、ぜひ利用してみてください。何よりハンモックとかね、横になれるソファーとかね、ありますし、まあ、アルコール、食事、シャワー等々もね、全て基本的なのは全部揃ってますし、私の知る限り言うことはないんじゃないかなと思います。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったという方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。